はい、こちらがですね、7階のエレベーターホールになっています。はい、こんな感じで廊下は結構広めですよね、幅が。今日泊まるお部屋がですね、703号室ということで、ここですかね。はい、そこはなんか行けないのかな、なんか出れるんですかね、ここ。常に施錠されておりますってなってますね。ダメですね、入れないですね。はい、では入ってみたいと思います。なんとここ土足厳禁みたいな感じで、こう段差がありますね。ここが踏み込みで、ここから、これ木ですか、違うな、これカーペットですね面白い、木目調のカーペットだはい、ではカードキーをここに挿しまして、挿しても特に何も変わらないですが、早速見ていきたいと思います。はい、入って左側、こういう木目のですねドアがありまして、これはもしかしたらトイレかな、トイレとバス、トイレが別なのかもしれないですね。だとしたらいいですよね。開けてみたいと思います。これはあれ、あ、ここがすいません、照明がなかったですね。おお、トイレ別だ、すごい。ちなみに下はこれはカーペットじゃなくて本当の木ですね。トートのウォシュレット、結構綺麗ですね。2018年かな、ここ開業したの。まだそんな経ってないですもんね。ということで、天井も壁も一部がこう木目になってて、落ち着いてトイレ用が足せそうな、ウォシュレットでございます。そして、ここ、おー、なんかおしゃれな感じだね。こう半透明の、ガラスになってまして、これがシャワーブースって書いてますね。おー、明るということで、シャワーブースになって、出ます。ということで、お風呂はないんですね。まあ、ただ、見てください。これ、レインシャワーになってますね。なんかこれね、ちょっと分かりにくそうなハンドル操作がありますけれども。で、これが通常のシャワーという形ですかね。はい。はい。これもなんかね、衣装的には面白いけど、なんか実用的にどうなんだっていう感じの形ではありますが、これ、どこのメーカーなんだろうね。ちょっと後で調べてみますね。はい。トイレタリーはですね、厚生さんの、トイレタリーになっています。はい、ではちょっと戻りまして、お部屋の前にすいません、こちらこんな感じで、ちょっとね、ごめんなさい、暗いよね、ちょっと、あれなんでこれ明るく、あ、なりました。入ってですね、右側にこういった形で、すぐにですね、洗面台と、それからこういった、食器とか電子ケトルとかアメニティが置かれてます。これ結構効率的な配置ですね。はい。ちょっとこっちから見ていくと可愛らしい。じゃじゃんじゃじゃん。なんとデロンギの電子ケトル。そして、アメニティ。アメニティはですね、歯ブラシとコットンセットと、これはあれですね、なんだ、シャワーキャップ。ボディタオル、そしてヒゲ剃り、ヘアブラシと全部通ってます。全部一通り揃ってます。そしてここに、これはプラスチックですね、プラスチックのコーヒーカップと、煎茶の粉茶が2つ置いてございます。はい、そして洗面台、おースカラベだ、スカラベオ、スカラベオの、デザイン型のですね、洗面台、そしてサラヤさんのハンドソープ、この辺センスいいよね。で、これ、鏡、多分、あれだよね、ライトがつくのか、もしくは、ライトつかないまでも、曇りガラス、あ、曇りガラスじゃない、曇り防止ってことですかね、これね、なってます。はい、そして、その下、これでいくと、あ、照明だ、これ。ここにあるのがちょっとわかりにくいよね。こっちにあるんですよ。まあでも、すごい明るくていいですね。はい、そして、デバイススタイルって書いてますが、すいません、どこのかちょっと後でもう一回調べますが、なんか見たことある気がする。冷蔵庫、
そしてこのところに、ヨニティさんの、ヘアドライヤーが隠れていらっしゃるという形でございます。そしてですね、このセミナーの隣にこういったちょっとあの高さがそんなないけども、姿見があって上の方にですね、木製のハンガーが3つあって、それから消臭剤という形の構成になっております。はい、そしてお部屋こんな感じ、じゃーん、ででんででん。どうでしょうか、なんかちょっとトレンディーな感じだね。やっぱりね、アクメファーニチャーズっていうあのアメリカのねヴィンテージ系の家具っていう風に、言っていたので、そういう意味ではホテルエミット渋谷と同じですね。ただ個人的には渋谷よりもこちらが好きな感じですね。ベッドが何よりこうゆったりしてる、ダブルベッドですねこれね。 140cm 幅ありますね。でここに、まずこういった丸テーブルがあってですね、どうですかね、 40cm から 45cm ぐらいの直径ですかね。そしてその横に椅子があります。ただね、ちょっとこのなんていうかな、ベッドの幅が広い分ここが狭いからちょっとギチギチな感じではありますね。はい、でここにですね、こういった絵が飾ってあります。そして、ベッドが 140cm 幅ぐらい でここにエアギ1枚ものですね。そしてタオルも置かれているという形ですね。まあこの辺は至って普通の、まあちょっとシルクっぽいかな。でここに窓があってですね、カーテンがあるんですけども、そこでちょっと眺望良さげですね。ちょっと後でここは開けてみたいと思いますね。上のなんですけどね。そして、じゃじゃんじゃじゃん、ここが、テレビですが、テレビがシャープの、テレビでアコース、どうですかね、32から40はないかなーっていう感じですね。これまた上から天井からこう吊るしてますよ、パイプで。なんかすごいね、仰々しいけどかっこいいけどいう形になっている感じでございます。はい、そしてその上に、日立の白熊くん、空気清浄機じゃない、ごめんなさい、エアコンがあるという形でございますね。エアコンどこでかけるかな、ちょっとエアコンかけたいね、暑いからね。ちなみに空気清浄機はない感じですかね。空気清浄機はないかな、はい、っていう感じになっております。で、ここのところからちょっとね、ちょっとベッドの方に行けないので、ここから見ると、こんな感じで玄関の方が見えるという形で、まあ、これもカーペットだったんですけど、この先もちょっと違う色のカーペットになっているという形で、ベッドの方からもちょっと人影がこうシャワールームのが見えるっていう感じですかね。はい、なんかシャワールームなんかこれ後付けなんかカチャンってくっつけたような感じになってますね。はい、ということでちょっとこれ入れるかな、ちょっと行ってみますか。頑張っていくぞ、よいしょ細いところを抜けて開けてみたいと思います。せーの、トン、おー、いいじゃないですかこの眺望。ちょうどね、隣と隣、その隣がそんな高い建物じゃないから、ちょうど上野駅ですよ、あれ上野駅のアトレとかがもう丸見えっていう感じで、こっち側多分ね西側の方だと思うんですけども、すごいいい感じで眺望が見えますね。これ悪くないと思います。はい、以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋なんですけれども、シングルルームでございました。ベッドタイプがですね、140cm 幅のダブルサイズ、リテリーのマットレスという形でございます。リテリーについてはですね、こちらの後半で、ご説明入れさせていただいています。食事なし素泊まりで広さが10平方メートル、料金の方がですね、税込み1名で2613円というこちらも破格値でございました。選んだポイントはホテルエミットというところと、まあこういったね、3000以下で泊まれるというところでございました。今回予約サイトはアゴダ経由で予約をさせていただいております。はい、今回のお部屋の平面図こんな感じでございます。まあ非常にねコンパクトで、ちょっとねこれ見ても分かる通り、机と椅子がかなりギチギチなところではございますが、まあそんな中でもですね、シャワーとトイレと、洗面台が分かれていて、ベッドがですね 140cm のダブルサイズという形で、眺望も良好だったという形ですね。天井高が 266cm と、まあ築浅なんで高めでございました。ベッド幅がですね 140cm という西向きのお部屋でございました。数字に見るお部屋データでございます。こちらですね、まあ上野の、まあ
歩いていけるというところで、まあ路線価高め、あとは今回の宿泊料金は格安という形でございました。部屋も狭めではあったんですけれども、バスシャワーもですね、バスがなくてシャワー室ということで、それも狭めな状況ではございました。まあ、ただね、さっき申し上げたように天井も高めという形でございます。今回からですね、こちらのホテルはどんな人向けということでですね、ちょっと僕の方の感想を入れさせていただこうと思ってます。こちらのホテルはですね、まあちょっとね、机も小さくて、まあ内装もちょっとカジュアルという形もあるので、どちらかというとですね、仕事というよりは観光とかレジャーに向いてる感じかなというふうに思います。まあ一人旅とかですね、カップルでの利用、あれというは、友達同士での利用というのに適しているホテルかなと思います。はい、それではですね、もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ホテルエミット上野はですね、開業当初は、実はボルテックスというですね、まあ、資産運用だったり、区分所有オフィスだったり、こういった部分をやってるですね、会社がオーナーでございました。で、運営もですね、カラオケのシダックスの子会社がですね、このエミットっていうのがちょうど2018年にですね、上野と渋谷にオープンしてるんですけども、両方とも、運営を受けようという形でスタートしています。ただですね、そのもう年の6月ぐらいにはですね、この、ボルテックスからですね、現在の、オーナーである、合人社計画研究所というところにですね、譲渡されています。で、運営もですね、こちらが自ら運営しているという形になっています。はい。まあ、合人社っていうのは、まあ僕も初めて聞いたんですけど、マンションの管理事業というのがですね、メインになっている会社で、でも売上は結構大きい会社ですね。まあ、ということでですね、ホテルエミットっていう、こう、ブランドは上野と渋谷っていう、こう、2棟あるんですけども、まあ以前ですね、渋谷の方は白ロッパで紹介をさせていただいてますが、こちらのホテルとはなんと姉妹ホテルになるんですね。まあただね、まあ人間で言うと親が離婚して離れ離れになったという感じかなというふうに思います。まあ渋谷引き続き、ボルテックスがオーナーだというふうに思います。まあネットで調べた限りは、ね、そういう情報は特に、それ以外の情報は特になかったので。こちらのですね、合人社なんですけれども、この、ホテル事業に関しては、ボルテックスから譲り受けた、ホテルエミット上野以外にですね、ホテルスイートっていうですね、ブランドで、広島の方に2棟ホテルの方を運営しているという状況で、現在、今3棟の、ホテルを運営しているという形でございます。はい。こちらのですね、ホテルエミット上野は、名前にですね、上野っていうふうにはついてるんですけども、実は最寄り駅は稲荷町っていうですね、銀座線の駅になるんですが、そこからだとですね、徒歩2分という距離にあります。まあ、ただ、上野からもですね、まあ、上野ってね、出口がたくさんあるからね、すごくわかりにくいんだけども、まあ、一番最寄りの出口から出ると4分ぐらいという形なんで、まあ、非常に近いかなと思いますね。まあ、そして上野と浅草をこう結ぶ大通りがあるんだけど、そこに面してるので、すごい目立つんでですね、すぐわかるかなというふうには思います。10階建てのですね、建物の1階がフロントになってるんですけども、同じフロアにですね、レストランもあります。まあ、ただね、このレストランは、テナントという形で外部の会社が経営してるんですけれども、こちらもですね、開業当初はグランパスタっていうですね、パスタのお店だったらしいんですね。これ昔の食べログなんですけど。で、今は、豆なダイナーというですね、アジア系のこうレストランになってるという形でございます。はい。まあ、ちょっとね、早めに着いちゃったんで、カフェしてみたんですけど、とてもいい感じの、お店でございましたね。なんでフロントはですね、実はその横にあってすごく小さくて、見過ごしてしまうぐらいの大きさなんですけども、で、スタッフまでね、外国籍の方々ではあったんですが、対応悪くないという形でございました。はい、それではですね、ホテルエミット上野のベッドチェックです。こちらのベッドはですね、リテリーというライトウェーブという素材を使った、マットレスブランドのベッドになっていまして、幅が 140cm、長さがですね、2メートルというような形になっております。はい、高さがだいたい 53cm ぐらいですかね、布団の上の部分で。はい、そして今日の部屋着、まあ、こんな感じで、はい、すごい緩い感じのマタニティのような薄い部屋着になっております。はい、では飛び込んでみたいと思います。ふわふわそうでいいですね。せーの、
おお、弾みますね。高反発ですね。おお、弾みますね。もう一回言ってみますよ。せーの。おお、久しぶりにこんなに反発するベッドですね。お部屋の方はですね、非常にコンパクトでシンプルながらも、まあスタイリッシュな感じで、まあね、家具もおしゃれという形でございます。まあベッドはね、広めですし、窓からの眺望も非常に良くて、日当たりも良かったんで、気持ちよく過ごすことができたかなと思います。まあお風呂はね、その代わりなくてシャワーのみだったんですけども、ただ、レインシャワーもあってですね、エミット渋谷とは違ってですね、シャワーとトイレも別になっていたというところが、良かったですね。ちなみにこちらのホテルには露天風呂付きの部屋もあるので、まあ、ぜひ次回泊まってみたいなというふうには思いますね。で、朝食は、1階のこのレストランでいただけるプランというのが別に用意されているという感じでございました。はい。雪材でございます。今回ですね、まあ、ホテルエミットの渋谷同様、アメリカンヴィンテージ家具のパイオニアであるアクメファーニチャーというですね、これまあ、もともと五反田で創業している会社ですが、こちらの家具っていうのを採用しています。はい。で、ベッドも、リテリーっていうですね、こうライトウェーブっていう素材を使った特許技術のマットレスとなっていて、まあ、この辺がね、ちょっとこだわりを感じるなというふうには思いました。ちなみにこのリテリーっていうブランドなんですけども、まあ、家具のですね、製造者として有名な福岡県の大川市、こちらのにですね、本社があります、モーブルという、ベッドブランドのベッドになってます。まあ、モーブルっていうのは、家具っていうフランス語で言うと意味なんですね。で、このリテリーっていうのは、寝具っていうですね、意味で、すごくシンプルなんですけども、なんかお父さんが創業して、お父さんがモーブルっていうのを会社名つけて、で、次の2代目社長の方がこのリテリーっていうブランドを開発したんですけども、それで、こちらのフランス語でリテリーとつけたみたいですね。で、ライトウェーブっていうですね、この非常になんていうかな、特殊な素材。まあ、ここに下にね、左下にこう、まとめてますけど、反発性、高反発性で、しかも耐久性も強くて、で、環境に優しくて、超軽量。まあ、通気性と、まあ、保湿性にも優れてて、水洗いも可能みたいな、いいところ尽くしのですね、素材を使った、ベッドという形でございますね。まあ、なんで寝返り打ちやすいとかですね、非常に寝心地が良かったりとかですね、いう形でございます。まあ実際どうだったかっていうことですが、まあ確かにね、すごく、なんか他のベッドではちょっと感じない、ま、なんていうかな、バネ感がないっていう感じの、マットレスでございました。はい。ユッキーのレビューです。お部屋が、まあ、結構ね、そういった意味で、狭くはあったんですけども、おしゃれだったんで4、設備品もですね、整ってはいたので4、させていただきました。まあ水回りね、ちょっとバスタブがなかったんで、まあただその代わり、シャワー、電車もあったんで、3とさせていただきました。サービスの方は特に無料のサービスではないので3。環境眺望はですね、駅からまあ、稲荷町からだと2分だし、眺望が非常にね、開けてたので4とさせていただきました。まあ、それ以外の、良かった点、残念だった点で言うとですね、実は創業当初はこう IT っていうのをすごく PR してて、三角語対応とかね、あとね、タブレットで、いろいろ連絡取れるみたいな方こと書いてあるんですけど、あとインバウンド TV 採用してるとか。実際もうインバウンド TV 見れないし、タブレットはお部屋にはなかったです。はい。ということで、ユキの総合満足度、今回は A とさせていただきました。まあ実はね、博レポで前回紹介したホテルエミット渋谷は B だったんですけれども、これはなんとなくこう間延びした感があるのと、なんとなくね、ちょっと、まあ、創業者から3年の割にはちょっとね、劣化も見られたというところもあったんですけれども、まあこっちはですね、まあスタイリッシュな部屋で、まあ、すごく安く泊まれることができましたし、渋谷より個人的には雰囲気も好きでしたかね。まあ、渋谷の方の良かったのは、あれですかね、フロントロビーが渋谷の方がおしゃれだし広かったです。まあ、ただこちらのホテルって、ね、一切こう宣伝とかも行ってないから、知名度が低いんですよ。渋谷の時もそうだったけど。なんで、なんかね、どちらかというと穴場ホテルかなと思っていて、まあ、特にね、若い人におすすめかなというふうに思います。はい、お得度ですが、まあ、今回、格安とさせていただきました。まあ、リーズナブルにしようかなやったんですけども、まあ、ただね、今回やっぱ宿泊料金2600円という破格値ですし、それ以外でもネットで調べて、予約サイト調べてみると結構3000台っていうのが多くて、食事付きでもですね、4000円とかいう形のものなんで、まあ、しかも週末でもですね、価格変わらないっていうところがポイントで、
11時チェックアウトというところもあるのでですね、ここはうまく泊まりたいなというところでございます。はい、近隣ホテルの状況です。上野とかですね、この稲荷町近辺、まあこちらもね非常にホテル多いんで、これ見ていただくとね、結構ねかなり安いですよね。まあ場合によっては本当に赤坂とか浅草よりも安いんじゃないかぐらいな、レベルでございますが、赤のホテルに関してはですね、ホテルのリンク、動画の説明欄記載しているので、興味のある方は見ていただけたらなと思います。はい、そして最後、ランチを食べたところでございます。まあ、今回ね、ムービーの方でもですね、ホテルからそのまま、ランチを食べたんで、そこの映像を流させていただきましたが、台東区役所のですね、なんと地下まあこの辺で食べログでね、いろいろランキングから調べてたら見つけたんですけども、なんと食べログでもですね 3.36 という非常に高い、なんとね食堂なのに 3.36 というね、地下食ということで、まあ地下にあるんですよね。なんで地下の食堂だから地下食桜まあね、すごい単純ではあるし、こういったね、なんと上野ということで、パンダのカレーがあるっていうところではあるんですけど、なんでせっかくなんでですね、今回パンダカレー、まあでもねちっちゃめなんでお腹いっぱいにならないかなと思って、かきそばとセットで、にして食べさせていただきました。まあ非常にね、もう僕本当にこういう公共施設の、食堂って本当行ったの久しぶりだったんで、逆に斬新でしたね。ああ懐かしいなみたいな感じで、まあしかも実際ね結構美味しかったし、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで皆さんも機会があったら行ってみていただけたらと思います。それではまた。